んだけど、キットも食べるか？食べる。オッケーだ。できるまでどれくらい時間かかりそう？15分くらいかな。そっか。じゃあその間、近くの公園でサッカーしてくる。15分後には戻ってくるんだぞ。キッド、サッカーうまいな。あ、マンダロリア、おはよう。いきなりで申し訳ないが、お願いしたいことがあるんだ。どうしたの？ちょっと野暮用ができたから、少しの間この子を預かってくれると嬉しいんだが。いいよ。ありがとう、助かるよ。じゃあ朝ごはん食べたらベビーユーザーと一緒に散歩でも行ってくる。それはありがたい。一つだけ注意点があるんだが、この子はいろんな賞金稼ぎから狙われてるんだ。だからその点だけ注意してくれると嬉しい。オッケー。ということで、今回もフォートナイトやっていきたいと思うんですけども、きっと今日はベビーヨーダの子守りしとるやん。そうなんだ、マンダロリアにお願いされて子守りすることになったんだ。そっか。うん。今からどこ行くん？ゼロポイントの下に行きたいんだって、ベビーヨーダ。そういうことね。うん。ボス、ベビーヨーダーに関する新たな情報が入りました。どんな情報だ、幽霊ルビー。今、マンダロリアンの元から離れ、キッドと一緒にいるみたいです。場所は砂漠地帯だと聞きました。そうか、じゃあニセレクサを雇ってベビーヨーダーを見つけ出し、始末するように伝えるんだ。わかりました。これで懸賞金は俺たちのものだ。神経の背中が狙いない。おナイフ、いいね。ベビーヨーダのこと、みんな狙ってくるらしいから気をつけないと。ベビーヨーダ、ゼロポイントの近くに来たけど楽しい？ああ、喜んどるやん、よかったな。なんかニセレクサがいるらしくて、そのニセレクサには一番うん、溶けてた。おナイフ。でニセレクサが、おっ、ちょ待って、金のあるやん、ヘビーやん。やった。でね、ニセレクサには一番気をつけるだって。なんで？なんかベビーヨーダのことを狙ってる賞金稼ぎたちの中で一番手強いらしい。そういうことか。あ、その方があれやな、安心やな。そうだね。このベビーヨーダおとなしくて可愛い。可愛いな。きっとも可愛いけどな、十分。おっと、向こうに戻ったとき。逃げるな、分かったわ。お、ナイス。マンケーキヤホー。よう、きっと。ホットケーキを食べに来たのか？そうか。それでね、マンケーキ。なるほど、そういうことか。今日もお客さん来そうにないし、今のところ0人だから、俺も一緒に散歩に行くよ。ありがとう。よし、散歩の続きに行こっか、ベビーヨーダ。お、銃声聞こえるな、向こうから。倒されたな。ナイス。お、いいね、サブマシンガン。この時好きなんだよね。あ、間違えた、マンケーキか、びっくりしたよ。間違えた。うん。お、聞こえるぞ、砂の音が。お、下におるな。そのベビーヨーダ、よこしなさい。うわ、いいね。お、しかも青タクシャン。やったな。ニセレクサどこにいるかな。え、キッド、ニセレクサ探しとん？うん、もうどうせ狙われるならもうこっちから倒しに行こうかなと思って。なるほど。なんかマンケーキがニセレクサの行動範囲知ってるみたいで、とりあえず来てみたんだけど、どこにいるんだろ
聞いて聞こえる。おニスレクサちゃん。かもね。あ、違った。で、おナイス。お下におるぞニスレクサ。キッド、気をつけるんだ。下にニスレクサがいる。で、あ、こっちにいる。ブリーダーだわ。おナイスキッド。なんか手強いって聞いたけど、すぐ倒せたね。確かに。まあよかったよ。ベビーヨーダーを狙う賞金稼ぎは一人減ったし。キッド、ベビーヨーダーを私によこしなさい。いやだね。さあ、おっと、おし向こうにもおるな。めっちゃおるな、敵。めっちゃいるじゃん。ベビーヨーダーをよこせ。お、ナイス。キッド、俺が見とくから回復するんだ。おっと、グレネード投げてきたよ。投げてきたね。クロエ、はあ、お、ナイス、マンケーキ。お安い御用だ。ありがとう。さあ、こっからどうするん、きっと。ニセレクサもさっき倒したし、散歩も結構やったんじゃない？そうだね。でも家に帰ってもやることないし、もうちょっと散歩しよっかな。あと、アートキャストに会いに行って買いたいんだ。お父さんに今日の夜ご飯のお使い頼まれたから。あ、そうなんか。うん。あ、その音聞こえる。聞こえるな、俺の近くに。うん、どこだ。近いよ、だいぶ近いね。あ、見つけた。イエー、これが分かったよ。うわ、バレたわ。ナイス、いいね。今日本当に強いね。もうちょい、ナイス。さあ、残り敵の数4人やな。頑張りきった。うん。アートキャスト、久しぶり。いや、キッド、久しぶり。今日は魚買いに来たんだ。ちょうどよかったわ。さっき釣り上げたばっかのフロッパーがいるんだけど、どうする？じゃあ3匹欲しい。毎度毎度。またいつでも来て。うん、ありがとう。やるなぁ。生き残れるかな。クロッパー2匹いるけど。どうやろう。まず1匹目。さあ、敵も回復しとると思うからな。うん、2匹目。敵やられろ。うーん、どんまいだ、きっと。